状況をクリーンにしろ。了解。他の連中はどうなってんです？今は敵に集中を。文句も言わずにやってられる状況かよ。こっちは命がかかってんだ。遊具隊長、注意を黙らせろ。二番機、敵に備えろ。やってるでしょ。信号が消滅。司令部との連絡も途絶えたままだ。連中遅刻したバスだよ、バカ野郎が。チッ、右も左も敵ばっかか。戦場が混乱している。少佐、下がって立て直しを。それは許可できない。なぜですか？機関らは現ポイントから一歩も下がるな。黒幕の登場かい。とどまれば無駄に損害を増やします。どうやってまた41号作戦の時のように自分だけが生き残るつもりか？自分は司令部からの撤退信号。配属早々死ねってのか？遊具隊長の強運にあやかれば生還も可能だ。その強運は部下を殺すって聞いてますがね。部下殺しの英雄遊具君、本当なのですか？現在、前線司令部は交代しつつ、部隊の再編を行っている。そこを敵に追撃させるわけにはいかない。追随する敵機をファントムスイープ隊でクリーンにしろ。たったの先に過度な期待をしてくれるぞ。けど、やらなければ、私たちがやられる。そういうこった。戦争は終わったってのに、死んだらシャレにならねえぞ。戦闘に集中しろ、注意。上官ぶん殴った代償にしたらでかすぎるぜ。遊具隊長、注意を黙らせろ。これじゃ軍法会議の方がまだマシだ。代償はともかく、シェリーは何やらかしたくしら。いい加減にしろ、注意。何も知らずに死ぬのも死なれるのも気分が悪いでしょうが。オーガスタ基地でテストパイロットをしていました。初陣とか言わないよな。何か問題があるんですか？パイロット不足もここまでだね。腕が立つから連れてきた。それだけの話だ。模擬戦ばかり上手くても意味がないでしょう。ここはそういう場所だ。あんたは分かってんだろ。なあ隊長さんよ、これが作戦って言えんのか？女将ってやつはいつもそうだ。任務が作戦。2番機、3番機は撤退だ。